皆さん、こんにちは。今日も漢字の奥義について話します。今日もですね、いつもと同じく5つの文字について話します。1つは墳、お墓、墳です。芸術の芸、中国では艺と言います。これは職人の職、中国では図と言います。計画の画、中国では画と、計画と画と言います。これは憲法の憲、中国では宪、宪法の宪と言います。これもですね、簡単化すると、どんなことが起こるか、ということについて話します。私がですね、この番組を作ってから漢字にですね、対してもっと興味を持つようになりました。だから今は簡単化すると、その意味がどのように変わるかについて話しますけれども、今後はですね、もしできれば面白い漢字ですね、もう分析してですね、その中に入っている物語とか話したいです。もし興味がある人ならですね、コメントに入れてください。自分が知りたいことですね。そうすると一緒にですね、検討してみましょう。では今日の話題に入ります。今日はですね、まずはこの文字、こう文ですけれども、正体字はこのように書きます。簡体字はこのように書きます。で、どんな意味かとですね、分解すると、土にこの文字ですね。で、この文字は何かというですね、調べてみました。そうすると、こんなものだったですね、結構きれいですね。こう下には宝物があって、上にはですね、飾って、こんなものになります。で、これをですね、読み方には「ふん」「ひ」と「ひ」「ふん」本ですね、といろんな読み方があります。中国語はですね、これよりもっと多いです。ここをですね、2つ引っ張ってきました。この番組と関連があるものですね。1つは B、 1つは分ですね。 B というと、多分火と対応するんですね。飾るとか飾り、あるいはですね、あや模様の美しいものだと、結構プラス的なイメージですね。で、分というと破れたとですね、破れる、ちょっとマイナス的イメージですね。中国では粉塵というと呼ばれた軍隊ですね。そういう意味です。ちょっと内容的にですね、何かと反対になるかなと思うんですけれども、これをですね、文字に戻ってみると、理解できます。何かというと、破れたものを、壊れたものを、例えば死体、人間の死体ですね、死体のものを土に埋めて、上にはですね、照明、上にはちょっときれいに飾るんだと。そんなものが糞ではないかと。破れたもの、例えば埋めたものは宝物とかですね、たくさんあるんですね。皆さんもご存知と思いますけれども、古代の古墳の掘って、それから宝物とか盗む人がいるんですね。古代の有お金のある人、あるいは有名な人ですね、権力ある人、死んだらいろんな宝物を埋めるんですね、お墓の中に。それを盗むんですね。今もですね、例えば中国のその毛沢東、死んだ後、お墓を天安門広場で作ってあるんですね。それは毛沢東記念堂というんですけれども、記念堂というんですけれども、実はお墓ですね、毛沢東の死体がそこにあるから。共産党の幹部とかですね、習近平とか高層幹部、あるいはいろんな中国人がですね、毛沢東記念堂に行って参拝するんですけれども、実はこれはお墓ですね、お墓です。これをですね、簡単化すると、土に糞を埋めるんだってですね、これは宝物ではなくて、糞というのは何かというと、中国の文化ですね。中国共産党はずっと中国の伝統文化を破壊してきたんですけれども、主にですね、大規模に運動としてですね、運動して破壊したのは2回あります。1つは1966年から1976年、毛沢東が死ぬまでですね、毛沢東がやったの文化大革命。その時ですね、主に中国のお寺とか宗教ですね、全部破壊されて、聖書とか慶書とか全部焚書されたんですね。それから和尚とかですね、和尚とか尼僧とか、もう強制的に結婚しなきゃいけない、結婚さしない人は殺されるということですね。文化が破壊されたと。中国の伝統的な文化ですね、迷信だとですね、破壊されました。それが1回。もう1つは1999年から江沢民が起こしたですね、ファロン功、法輪功に対する弾圧。法輪功はですね、気功のように知られているんですけれども、実はですね、それは中国の伝統的な修練方法です。ファルン功のですね、他の名前はファルンダーファ、法輪大法とも呼ばれています。
それは修練ですので、中国の伝統文化はですね、昔から王朝はずっと変わったんですけれども、変わったんですけれども、宗教はですね、変わらないですね。修練は変わってないです。それは中国の伝統文化のずっと最初から最後まで続いてのはそれですね。中国の文化は宗教が大元ですね。なのに、ファロン君がですね、こう中国の伝統文化ですね、修練です。だから、中国の伝統文化ですけれども、江沢民が、それはファルン功にある人がですね、1億人以上になったんです。共産党の人数より多くなったから、江沢民がそのファルン功を弾圧したんですね。で、ファルン功というと、修練というと宗教と関係あるかと思われるかもしれないですけども、宗教と修練は違うんですね。名前が違うだけではなくて、内容が違うんですね。宗教といえば一つは組織がありますね。組織があって、社会のために何があります。例えば、日本ではですね、昔、寺校あるんですね。で、和尚さんが子供たちに文字を教えるとか、あるいは、葬式とかもお寺であるんですね。お嬢様がやってくれる。つまり社会に対して何かやる。これが一つ。もう一つは本当の修練ですね。修練して、人間の道徳レベルが高くなってですね、最後には死ぬ時には仏になるとか、あるいは神になるとか、そういうことですね。修練というと、ファルン功の場合はですね、その形はないです。社会のために何やるとか、それはないですね。個人的にやればいいですよ。ジョン・ファルンという本があるんですけども、その本のこの内容に従ってですね、自分のその心を収める。メインとすれば、真善人、真善人三文字ですけれども、その三文字に従って自分の心を収めてですね、それに動作が5つあるんです。動作5つ、5式あるんですけれども、それあれば人間が変わるんですね。体も変わって思想も変わるんです。で、だん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 道徳レベルが上がるんですね。で、最後には円満できるかないかですね、本当に神になるか仏になるかならないかは本人次第ですね。本人がどこまで努力するのかに、そのなるんです。宗教も同じですね。だから、ファルン功は宗教ではなく修練、その本質のものだけなので、共産党の人数より多くなったから、江沢民が破壊したと。だから、中国の伝統文化が破壊、回復する、復興する段階なので、江沢民がそれを弾圧したと。だから、共産党はですね、大規模に中国の伝統文化を埋めようとしたのは2回あるんだとですね。これは中国共産党がやっている、このように文字通りにやりましたということ。もう一つは芸術の芸ですね。これはどんな意味かというと、これは生態字、これ簡体字ですけれども、分解してみるとちょっと分かりづらいですね。これは草、これは取る、これは運ですね。運ですけれども、今は雲として、簡体字は雲として使うんです。しかし、生態字の場合は、これはですね、意を話すという意味ですね。また、ウィンウィンというですね、あと、などなどの意味があります。で、これだけ見ればですね、ちょっと理解しがたいですので、やっぱりですね、甲骨文の調べてみました。そうすると、こんな意味だとですね、草、人がですね、膝をまずいてこう座ってですね、それを草の平時何かやってるんですね。工夫する、きれいにしているみたいですね。植えるために何やるかとですね、言ったんですけども、これの形や文字が形はたくさんあります。あるんですけれども、共通点はやっぱり人間ですね。人が膝まずいて座ってですね、手には草を持って何かやる。人がですね、左側とか右側とかとは違う、位置は違うんですけれども、こんなものだと。これがですね、芸術だと。そうすると、理解すれば、これは言うでなくて足ですね。足の形ですね。だから、これですね、何かですね、草とか、そんなに綺麗じゃないものを綺麗に作るとか、それが芸術だと。例えばですね、歌を歌う人も、普通に勝手に歌うんじゃなくてですね、ちょっとレベルが高くてですね、芸術みたいに歌うんだと。踊る時もですね、勝手に踊るんじゃなくて、レベルが高くですね、工夫して、手足とか動きもですね、きれいにやるのが芸術だと。それが芸術じゃない方ですね、と私は理解します。それをですね、こう簡体化するとこのようになるんだと。草でこう、オツなら前回の番組で話したんですけれども、大事なものではないだとですね。これが芸術だと。
実はですね、これもですね、中国では芸術が変わっているんです、現実的に。例えば、これは中国の京劇、伝統的なものですね、伝統的なものなので、これ伝統的なものもですね、京劇は皆さんも多分よく知っていると思いますけれども、これだけではないですよ。京劇の種類もたくさんあります。例えばこれは越劇ですね、ウィエイジというんですけれども、この他にもたくさんあります。中国ではですね、漢民族でも地方が違えばですね、これは違うんですね。みんな歌いながら萎えるんですけども、違います。まだ中国では民族がたくさんありますね。例えば苗族とかですね、中国漢民族と同じく歴史が長いですよ。で、彼らたちもその民族も自分の芸術がある。で、そういうものなので、それをですね、中国共産党が全部土に埋めようとしてるんですね。で、自分のものを作ったと。これはですね、共産党が作ったものなので、これも京劇というんですよ。京劇というんですけども、樣板戯ってですね、洋板劇といいかな、というもので作ったと。これはですね、やっぱり歌を歌いながらやるものですけれども、変わったんですよ、服装は。共産党軍隊の服装ですね、服装で、これ旗もですね、共産党のマークがあります。共産党の内容、赤い旗で。これ書いたのは、中国工农红军娘子军连ですね。中国労働者と農民の赤い軍隊。で、女性たちの軍団だですね、連帯だと、というものです。しかし、これはですね、ただの、中国のものを破壊するだけではなくて、こう見てください。これはバレエですよ。バレエの、こう何かというと踊りですね。そんなものをこの混ぜてあるんです。だから、中国の伝統文化を破壊するだけではなくてですね、西洋の文化も同時に破壊しているんですね。こんなものが文化大革命の時に、その前からですね、たくさん作られてました。これも見てください。これ、解放軍の衣服ですね。これを樣板戯といって、中国では多分代表的に8つぐらいかな、作ったんですね。これを作ったのが誰かというと、毛沢東の妻、ジャン・チンです。強行性4人組ですね。多分4人組として逮捕されて自殺したんですけれども、面白くないですよ、この芸術ですね。子供の時、私小学生の時は、ずっとこんなものを見るんです、映画も。他の映画見ていけないですよ。みんな共産党のその戦争するこう映画、あるいは北朝鮮か、旧ソ連の映画、そんなもの、共産党を称える映画を見たんですね。面白くないです。これですね、一時的に文化大革命終わった時は批判されたんですね。完全に否定はされてないですけれども、批判されたんですけれども、それから禁止されて、しばらくこれを誰も見なかったんですけれども、習近平がですね、もしこれを戻したんですね、習近平は中国の伝統文化を復興させるんだと言ったんですけれども、おそらく習近平時代もですね、中国の伝統文化について知らないですね、わからないでしょう。だから、これを復興しながら、復興させながら、中国の伝統文化を復興させるんだと言ってます。本物の中国の伝統文化はですね、今中国では上演できないですよ。例えば、これ新芸術ですけれども、これは2006年、アメリカで、ね、設立された芸術団です。みんな中国人が作ったものですね。中国の芸術家たちが外国に行って、その作ったものが、純粋の中国もの、これは共産党なんか一つもないです。これは2007年からですね、全世界でツアー公演するんですけれども、日本でもその時から来て、2019年年末と2020年、あ2020、2019年年末と2020年の年始ですね、武漢肺炎が発生するその時点でも東京で上演しました。満席、これ100%満席で、一人も席が空いてるものはないです。それほど人気があります、たくさんですね。それで、その後はですね、感染拡大防止のために、全世界にツアー公演できなかったです。今年来ます。これですね、インターネットで広告あるんですけれども、これ私ですね、インターネットのものです。
こんなものです。これですね、今年はですね、12月26日から来年の1月30日まで、このように日本全国ですね、回りながら講演します。これですね、中国の今の芸術団と完全に違います。違うところとはいくつあります。一つは中国の芸術団はですね、さっきも言ったですね、共産党のもの。すべての芸術団に共産党のものが入らなければ、それは芸術団絶対存在不可能です。多少ですね、すべての演目が共産党のものではなく、その中で一つ、二つぐらい民族のものがあるんですけれども、全体的には共産党の内容がなければいけない。それは一つですね。もう一つは、その中国の芸術団は、今、さっきも見たんですけれども、純粋の中国のものではない、西洋のものも入ってます。それは一つですね。もう一つは、芸術団の中にいろんなものが混ざっているんですよ。例えば舞踊とか踊り、それで雑技も入っています。中国の雑技もとても有名ですね。綺麗ですね、雑技も。それの中もそんなものも入っています。またマジックとかも入ります。魔術ですね、魔術とか入ります。そんなに純粋ではないものですね。しかしこの芸術団は全部中国の古典舞踊です。さっき見たです、舞踊で踊るんですね。舞踊で踊るんですけれども、その技術ですね、技は中国の武術ですね。武術知ってるんですよ。の少林寺映画見たことあるんですね。その映画のその武術と映画動作と同じですよ。みんなそのような功夫を持っています。さっきも言ったんですけれども、宙返りとかすごいですね。そんなものがあります。中国の伝統舞踊。まだ一つはね、言葉がないです。言葉がないから他の民族みんな見ればわかるんですね。手振り、身振り、目つきですね、顔の表情でその内容を表現するんですけれども、見ればみんなわかるんですね。まだですね、番組の内容は一つ一つみんな中国ですね、古典文学、例えば西遊記、三国志、水滸伝など、その文学からの出したの物語とか、英雄の人物、各王朝の王の物語とか、非常に有名な人の物語があるんですね。まだですね、そのバックスクリーンがですね、とてもこう特徴ですよ。バックスクリーンが動画ですけれども、映画のように動画ですけれども、ただ映画のようにその流れていくんじゃなくて、舞台に合わせてですね、一緒に動くんですね。例えば、孫悟空がですね、変身するか、西遊記のところの、その番組でですね、孫悟空が変身するとか、分身するとか、それは舞台ではできないですね。すると、俳優がですね、舞台で消えるその瞬間に、その、バックスクリーンに入るんですね。バックスクリーンに入って、その変身とか分身して、まだ何人か出てくる、やるんですけれども、もちろん人間が入るわけではないですけれども、自然に作ってあるものですね。ですけれども、人間が舞台から消えると時と、その、バックスクリーンでその俳優が現れるその時間のつなぎがですね、もう0点に0点1分の差もないですね。わからないうちに入ってるんですね。とても面白いです。たくさんの人がですね、それを見て天国に行ってみたかの感じがあるんだですね、という人もたくさんあります。だから一回見てください。とても面白いです。これですね、こんな番組がですね、今中国で上演できないです。全世界はどの国でもできるんですけれども、中国、香港でもできないです。共産党に禁止されているんです。これですね、チケットは2万2000円から8000円の間ですね。いろんなそのこうレベルがあるんですけれども、ちょっと高いと思われるかもしれないんですけども、中国語にはですね、好货不便宜、便宜没好货という話があります。どういうことかというと、いいものには安いものがない、安いものにはいいものがないという意味です。だから、私がですね、他の人の友人とか知り合いにも紹介したことあるんですけれども、人が見てですね、自分の家族とかですね、連れて地下見る人もいました。このように面白いですから、皆さん必ず一回見てください。おすすめします。とても面白いです。こんなものですね、日本人は中国の伝統文化はですね、好きだから見ればすぐ分かると思いますよ。まだですね、食。食の文字ですけれども、これは生体字、これは寒体字ですね。生体字の意味はどんな意味かというと、耳にこれがついてですね、これは何かと調べてみると、こんなものだと、甲骨文はですね、ちょっと分かりづらいですね。これは
これは兵器だと武器だとですね、これがだんだん進化して、これ何回もあるんですけれども、最後はこのようになったと。これを矛ですね、武器で、ここ音だとですね。何かという意味かというと、軍事をよく知っている人、戦争に上手な人、それがですね、よく勝つ人ですね、軍隊。その人はこのようにショックだとですね。また、よく物を知りの人ですね、知識が、レベルが高い人、これはショックだったですね。これをここに持ってくると、合わせてみるとですね、これは理解できたんですけども、発音もですね、これは図だから、日本語もショックと言って、だからこれはショックとなるんですけれども、なんで耳と一体になってショックになるかってですね、ちょっと理解できなかったんですが、よく考えてみれば、日本人は職人がたくさんいますね。何百年続けてきたその技とかですね、継承していく人がいるんですけれども、若い者も年寄りもいるんですけれども、私が何人に聞いたことがあるんですが、どうやってそれを覚えたかとですね、どうやって教えてもらったかというと、みんなの共通の答えがですね、盗み、学びとか言うんですね。先生が教えてくれるからそれ分かるんじゃなくて自分で覚えるんですけれども、先生がどのようにやるのか見てそれを真似るんだってですね、それがここ覚えるんだと、知識を覚えるんですけれども、最後にはどこかというと自分がですね、物を削るとか削るの音がですね、その先生が削るの音とですね全く同じのレベルのものに達すると職人がなれたと、そう話してくれた人がいます。だから、ああ、それで耳までですね、目で見なくても、感覚だけでも、それが職人になるかですね、技がどこまでしなきゃいけないかと、そう感じたと認識しました。で、それをですね、今直すと、こんなになっちゃうんですね、耳でただ、これを簡単に言ってただですけれども、耳で、ただ耳で聞くだけで、このような工夫がないんですね。中国語では自上談兵と言って、自上談兵ということでですね、上上で兵法を断ずる、あるいはですね、机上の口論だ、空論だと、という話があるんですけども、中国での今職人はですね、みんなこんな形です。中国で今何かというですね、職人はほとんどないです。改革開放して中国は技術発達してたんですけれども、その技術は職人たちの、中国職人たちの技術ではなくて、外国人の技術、職人の技術を中国の学者たちが盗んできたものです。だから中国の職人は盗む職人です。盗む職、泥棒の職人です。だから一旦中国、外国は中国に制裁をかけると、中国では技術すぐできないですね。これがこのですね、職人。でも中国ではですね、昔から職人がいなかったわけではないですね。これはですね、数年前に日本のサントリー美術館でこの展示したの芸術品ですけれども、中国清の時代のそのガラスです。ガラス工芸品ですけれども、見ればですね、ガラスとは思わないです。これは玉のみなものだと私は最初誤解してたんですね。これは英国から来たんですね。中国からではなくて。これはですね、普通はそのガラス製品を作るときは、ガラスのこの原料を溶かして、服ですね、膨らませて作るんですけれども、これは鋳造したものみたいですよ。これは。こう吹いたものではないですね。これもみんな削ったものではなくて、何らかの方法でつけたものですね。だから、これもですね、みんな絵柄をですね、みんなつけたものなので、ここ、色もつけたのはですね、そのガラスの原料からつけてみたいものです。これは今の人はできないです。日本も有名なそのガラス製品ですね、江戸期以降あるんですけれども、これ私作る工程全部見ました。このガラスをですね、作るときは、やっぱり拭くんですね。拭いて、膨らまして、これを形を作ってから、この上にその削るんですね、機械で。この絵柄を全部削るんですけれども、直線はできるけど、この曲線はですね、とても難しいと言われています。だから曲線もよくできない。ですけれども、中国のこのものはですね、違うんですよ。これ見れば。ガラスのレベルから違うみたいですね。これはあまり、簡単に壊れないみたいですよ。これは見ればすぐですね、ちょっと
ちょっと何かと、何かと動作がですね、ちょっと激しくなると、地面に落ちると、地上に落ちると壊れるじゃないかと感じですね。こんなものだから、中国では昔は職人があったんですね。だから今共産党が来て、さっきの、芸術と同じく、文化と同じく、みんなですね、土に埋めてたんですね。だから中国では今職人がないです。もう一つは計画の核ですね。これを左側は絵核ですね。右側は刀、立刀片。これ簡体字はですね、左側は矛となっています。右側は変わらないんですけれども、何が違うというと、絵は綺麗ですね、優しいものですね。だから昔は計画立てる時によくですね、こう刀で削るようにですね、よくきれいにその計画を立てて、その通り行くのが計画だと。これはですね、最初からその刀ですね、刀、矛と刀は対立で2つですね、2つとも暴力、武力ですね、武力で計画を立てる。一番有名なのは皆さんも知っていると思いますけども、ヒドリコ政策。ヒドリコ政策でいうんですけども、中国人は計画生育というですね、計画生育政策です。だからこのように計画をやって、自治するとも時もこのように暴力ですよ。不妊手術をする時は本人の意思であるんです。本人が入れたいからやるんじゃなくて、無理やり掴んで、動物みたいに掴んできて、手術台にそのですね置いてから、それから無理やり手術するんですよ。それを計画生育です。今ヒドリコ政策は廃止して3人までですね、産むようにしたんですけれども、実は3人子供を産ませるのもそれを計画生育ですよ。今とてもおもあの危ないのは、将来ですね、無理やり人にですね、妊娠させるんじゃないかと。一旦ですね、強姦されて妊娠しても、それは流産させしてはいけない政策になるんじゃないかと今私は心配しています。これは計画です。中国共産党の計画。共産党は5年ごとにですね、5年間の計画、国民経済発展の計画を立てるんですけれども、このように立てるんです。だから中国のその経済発展もですね、ずっと進まないですね。これもこの計画と関係があります。もう一つは憲法の憲ですね、政体制ですけれども、これは簡体字。どこが違うかというと、正体字の場合は、これはですね、宝冠ですけれども、これは家とか広場とか工場、鉱山とか、いろんな広い範囲を指すんですね。これを主に州としてですね、これを法律、ここ心ですね。だから広い範囲で主にとですね、主にその法律と心と法律一体になってですね、法律作っても人たちは自らそれを守るのが憲法ですね。これは何かというと、広い範囲で先ですね、何の意味もないです。こんな意味がないです。だから日本のその何かというと、憲法を修正するのは難しいですね。今憲法を修正しようと、修憲しようとするんですけど、難しいですけども、中国はとても簡単ですね。習近平の一言で、例えば国家主席再任1回しかできないですけれども、2回やってから3回目はできないですけれども、それは習近平が廃止したんですね、とても簡単に。だから中国の憲法とこのような憲法だから、これと違ってですね、憲法の意味がなくなっちゃってるんですね。だからいろんな、今までずっとこの番組を作ったんですけれども、共通点はですね、文字が変わると社会が変わるのが、どこが先か、どこがですね、後がかということじゃなくて、同時に全部ですね、大敗して、社会が大敗していく、どういう形ですね、中国では。で、こういうことでですね、今日の番組はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。